は2019年12月です。それではですね、下トップの駅を出まして、次は南下トップに行きます。ご搭乗ありがとうございます。こんにちは。札沼線と並行して、結構立派な道路が走っています。そして農業用の倉庫が非常に立派で、この辺は農業が盛んなんだなということがよくわかりますね。この道路は混雑する国道275号をですね、避けて通るにもいいルートかもしれないですね。まあ、時々こうやって一時停止があるのはたまに傷ではありますけれども、基本的には走りやすいいい道です。こういう道を走ってるとですね、北海道って広いなっていう感じがしますね。これが国道12号側になるとですね、まあ、広いんですけれども、日本一の直線道路とかも石狩川を越えた先にあるんですけれども、ただまああそこは広いっていうよりも長いっていうだけですからね。自分でそういう動画配信しておいて長いだけですからねっていうのもあれなんですけれども、北海道らしさを感じるんだったら札沼線沿線の方がいいかなとは思います。車も少ないし、ドライブするにはいいと思いますよ。非常に綺麗なルートです。そして意外と交通量が多いです。で、下トップから南下トップはですね、意外と近いのか、もうすぐ南下トップに着きそうですよ。あの止まるを右折したらもう南下トップじゃないでしょうかね。この道路はまあ止まるがたくさんあるのがたまに傷ではありますね。でもまあ走りやすいのでいいと思います。で、右折して南下トップ方面に向かうわけですけれども、見えてきましたね。今度は正真正銘の駅舎もなんもない防線駅ですね。訪れる人もいなければ駅の音もないといった感じです。ちょうど右側にですね、車1台止まることのできそうなコンクリート製の橋があるんで、あそこに車のお尻を突っ込んでですね、車を止めていきたいと思います。ハンドル操作を誤ると用水路に落っこちるんで気をつけてください。あと降りるときも気をつけましょう。札沼線南下トップ駅の駅前です。初貫山麓の湧水がですね、こちらの用水路の方に流れ込んでおります。こういうですね、雪山のところにですね、間違って足を踏み入れると一気に崩れて水浸しになることがありますので注意しましょう。私子供の頃そういうことやったことあるんで、まあ大人はやんないと思いますけどね。この動画はキッズも見てるかもしれないんで、まあ、キッズはそういうことはしないようにしましょう。経験者からの忠告です。はい、それでは南下トップ駅ホームの方上がっていきましょう。お、あ、ちゃんと駅ノートがこんなところに置いてある。すごいな、ここに駅ノート置いた人。ここに置くっていうね、発想がすごいと思いますね。ホームは木の板でできています。そして長さはまあキハ402両分ぐらいでしょうか。これが駅名標です。すごいなんか風景ですね。石狩平野のど真ん中にある駅っていう感じがします。これはいい駅ですね。一回訪れてほしいです。そしてここには除雪用スコップの残骸が置いてあって、端っこの方はこんな感じか。いやー、まさに石狩平野のど真ん中にある駅。うん、いい風景だ。北海道って綺麗なところだな。
して下の方にですね、足跡がありますね。誰が歩いたんだろう。これは人間の足跡、向こうも人間の足跡なのかな。同業者なのか、あるいは農業関係者なのか。足跡がついてますね。線路もですね、こうやって見ると微妙に歪んでるところがありますね。肉眼で見ても歪んでるんですから、実際測ったらどれぐらい歪んでるんでしょうか。まあ、JR 北海道、この辺鄙な駅まで金回してられないですよね。北海道新幹線で頭いっぱいでしょうから。というわけで、南下トップ駅の現地調査を終了する前に、やっぱり駅ノートはこれ書かないとダメですよね。駅ノート書いていきましょう。これはまたどうやって開けるんだこれ。あ、開いた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 、よし。さすがに雨が染み込んでくるのかですね、ちょっと水が染みた跡があります。寒い、素晴らしいロケーション。確かにね、ロケーションはすごいと思いますよ。最終記載が3月25日、札幌市から来た人だそうです。じゃあ書きましょう。ね、2016年3月26日、インターアーバン6304、現地調査、YouTube で計算。この駅ノートを見てですね、僕の動画を見てくれた人はぜひコメント欄の方にご一報ください。それでは駅ノートをしまいます。この駅ノートはとりあえず燃やした人はいないみたいですけれども、駅ノートを燃やすやつなんているんですね。一応鍵もかけとくか。はい、それでは次の駅に向かいたいと思います。この踏切は一応カンカン鳴りますけれども、遮断機は降りない踏切です。